今回ご紹介するのは、エニカの手巻き時計。1965年に登場したスターコレクションの一つ、スタージュエルです。エニカ、全盛期に、作られた赤デイトがアクセントとなるオーシャンパール、防水ケースを採用したアンティークモデルです。文字盤は放射仕上げのシルバーカラー。多面カットのバーインデックスとペンシルハンドの組み合わせ。12時1に、同社のシンボルマークでもある土星マーク、3時1に赤デイトが配された、上質でシンプルな風貌デザインです。SS ケースはラウンド型。裏蓋は、イルカと土星マークが刻印された防水性に優れたスクリューバッグです。バンドは、扱いやすい社外製のフリーサイズブレスレットを装着しています。普段使いから、フォーマルまで幅広い場面で活躍できるエニカの一品です。エニカ。エニカの歴史は古く1854年にまで遡ります。1910年代の海中時計全盛期には抜群の精度を誇り、ヨーロッパ大陸の多くの国で鉄道用時計として採用されていました。1970年代には薄型の腕時計でも名を馳せ、クォーツ時計をスイスで最も早く製品化したことでも知られています。操作方法。右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。手巻き時計ですので、毎日リューズでゼンマイを巻き上げてご使用ください。巻き、止まり以上に強く巻き上げるとゼンマイが切れることもありますので、できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズは、右回し、時計回りに、指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。ルーズを引いて回すと、時刻調整ができます。ハック機能、秒針停止はありません。サイズ。ラグ幅は 18mm。ケース径は、約 35mm、リューズ含まず、縦、ラグからラグまで、約 43mm、厚さ約 9mm、風防含むです。この時計の外観コンディションや精度など詳細は、説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。